ですよ。今回はハートモチーフについて解説する動画にしようと思います。前にもハートのモチーフを編んだ動画を、投稿して、でそれでこのポーチを作ったんですけど、もう一色あって、でそれは多分実家に今置いてて、で正直これちょっと失敗まではいかないけど、なんか若干形がすごく綺麗にできたわけじゃなかったり、ファスナーのところもちょっとうまくつけれなかったりして、完璧ではないなって自分では思ってたんですけど、その写真をインスタとかに投稿したら、私のインスタの写真の中で一番いいねもらって、YouTube のコメントとかでも作り方を知りたいって言ってくださったりとかしたんで、まあ、ハートモチーフ、こちらはまず Excel で作ったやつがあるんですけど、見方とか糸の変え方とか私のやり方をちょっと載せようかなと思ってます。で今回また編んで、まあ、4パターンハートの色の組み合わせ方が4パターンあって、ポーチの時は2つのモチーフしかないから、せっかくだったら 4つ組み合わせてみようと思って作ったのがこれ、じゃーん。まなんかちょっとまだペラってなってて、アイロンとかしたりしたらもう多分まっすぐになると思うんですけど、これはめっちゃ可愛くないですか。紐まだ1個下始末できてないとこがあって、何も考えずに4つのモチーフをただただ組み合わせただけで、今考えてるのはこのまま使うことで、鍋敷きにしてもいいし、何かにかぶせるそのやつでもいいし、普通にこれを敷いて飾ってもいいし、壁にこのまま飾ってもいいしとか、何に使おうかなって今考えてるんですけど、こんな感じになりました。でこれはちょっとだけ柄が違う、こうハートの周りにまたちょっと四角で囲んでるやつを、今回は全部4つ組み合わせるから、ちょっとだけやり方を変えてこういう感じにしました。この、パターンも一応載っけておきますので、もし作ってみたいとかあったら参考にしてみてください。これを同じのを何個もバンバン組み合わせて、カフェカーテン的なにしてもまあいいと思うけど、で私のやり方だったら違う色に変えるときにこういう感じでガタガタって端とか色の変わり目がちょっとガタガタして、で綺麗なハートではないかな、ないんですけど、この時もこんな感じでね、だから色の変わり目を綺麗にできるやり方をちょっと知りたいなって思ってるけど、でもなんかガタガタしてるのもそれはそれで味があっていいかなって思ってます。鎖編みを23目作って、でそこからずっと細編みを交互にやっていく、で色が変わるところで、まあ、ちょっと変えてやります。で3色使うんで、ちょっと糸が絡まりやすいんですけど、ここの線のところの糸はそんなにこの辺で端っこの方に待機させる、この糸を3色編みくるんで編むとかはないから、まだそんなにめっちゃ糸変える頻度も高くないから作りやすいと思います。かわいい。
didn't think it'd go this fast. Goodbye to this house we thought would always last. And this is where Jazz Garden grows. Summer haze, my reading place, and Lena tiptoes. このモチーフ作った時はあまりとにかく消費したくて、この水色とか赤とかを消費したくて、何作ろうかなと思って、であんまりハートの柄って子供っぽいかなとか、ちょっと子供っぽすぎても普段持てないし、ハートってなんて今まで避けてたけど、なんか細編みでこういうこの組み合わせだったらまだいけるかなって思って編んで、適当に写真撮っていつもみたいに、でインスタに上げて、でインスタって写真ちょっとデコったりするのが好きなんですけど、そんなに気合い入れてもデコらなかったし、でまあとりあえず写真撮って投稿したら、なんか結構いいねが他の写真よりに比べてもすごい10倍以上のいいねが来て、ってなってました。だからみんなハートが好きなのかなって思って、まあ今回またこれ作ったけど、じゃあ見ていただいてありがとうございます。あんまり普段は適当に結構編んじゃってるから、編み方を説明したり編み図をきちんと見せるっていうのが苦手なんですけど、まあこういう風にリクエストもらえたらできる範囲で答えたいし、であとは編み物 Vlog の方は引き続き、あれは作るのも楽しいというか、まあ楽なのでやっていこうと思います。
ありがとうございました。